ありがとうハートありがとうまあ,あ私は毎日そうだね日付 <laughs> 変わってもできるっていう今日に限ってできなかったおもろ確かにそれは納得できないですねかわいいありがとうかわいいいお年をありがとうハートありがとう 来年は前向きに生きる <laughs>。良いお年をありがとう。あとありがとう。花束ありがとう。あとありがとう。どんな一年でしたかうーん、なんか、ああ、良いお年をいっぱいありがとう。マジで良いお年をになりそう。<laughs> 花火ありがとう。でも、なんだろうな。今年はでも本当に、 うん、あっという間だったな。今までで一番あっという間な年でした。ハートありがとう。良いよお年を、良いよお年ありがとう。あ、まさるさん。くまちゃんタワーありがとう。ありがとう嬉しい。ありがとう。23年もありがとうね。ハートありがとう。くまちゃんありがとう。ハート、良いよお年をありがとう。良いよお年をありがとう。 あ、まさるさんからコメント。2024年もハッピネスの一年しよう。そうだね。私以上にファンの方の方が前向き。<laughs> すごい。前向きに生きている。<laughs> いや、でもなんか本当になんかね、いろんな変化がありましたね。うん。なんか、自分自身もすごいやっぱ変わって、 なんか変化があったし、自分以外のことでも変化があった年だし、うん。ね。よいお年ありがとう。おそばありがとう。あとありがとう。今年は、けましておめでとうは言えないんで、あ、来年か、言えないんですけど、あの、今年もよろしくねは言えるので <laughs>、あのー、はい。皆さん、 後ほどお願いします <laughs>。ハートありがとう。良いお年を。ありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。 手間だったな私あと2分マジで早くないあ、ほんとだ携帯が31%。<laughs> よいよ私はありがとう。早くないマジ早い。どうしよう本当に早い。びっくり。 私は今横でしをつけてて配信してます <laughs> カウントダウンいやー私多分時差あるわ時差あるし分かんない時計っていうか時間の。 うん、よいや、たしはありがとう。あと30秒やばい。 ちょっと、わかんない。タイミングが。あと何分、何分何秒よいよ、私年ありがとう。あと、ありがとう。キャン、ゴー、ヨン、サあ、あ、カウントだ !2024 年すごいあ、花火 何これあ、ミラボルあありがとうございます。あけおめ、あけおめ、ありがとうギフト。あ、かとやさん、ありがとう昨日も、あれそうだよね、昨日もタワーありがとう、今日もありがとう。花火ありがとう、あけおめ、ありがとう。えっと、今ギフト読でます。あけおめ、ありがとう。あけおめ、キラキラありがとう。あけおめ、あけおめ、あけおめ。 ありがとう、みなさん、ギフト。ハートありがとう。明けおめ花火、ありがとう。あ、かわいい、市兵達夫さん。もう、えー、タワーありがとうございます。なんだこれ、あと先生みたいな <laughs>。あ、ミラボールありがとうね。明けおめありがとう。みなさん、ギフト。コメント来るかな。片谷さんと、かわいい。 た達夫さんはいチはいチはい秋梅あ,きおめあギフトありがとう花火花火ありがとうキラキラありがとう秋めありがとう秋めありがとう あ、顔文字届いた来た <laughs> 片やさんなんかさ昨日のねそのショールーム終わりでスクショしようと思ったのタワーとそしたらなんかすぐ画面がもう何もない状態に切り替わってなんかそういう仕様に変わったのかわかんないけどスクショその何配信切ったタイミングでスクショが難しくなっちゃってそうだからタワーとか皆さんのこのランキング もさ、この壇上とかさ、スクショできなくなっちゃって、困るになりました。ハートありがとう。良いお年ありがとう。明けおめ、ハートありがとう。キラキラありがとう。可愛い,いあ,りありがとう。明けおめありがとう。明けおめありがとう。明けおめありがとう。ハートありがとう。お、ミラボラありがとうね。GG ありがとう。紫の、なんか、なんか、なんかありがとう。いっぱい。<laughs> 皆さんありがとう。紫のなんか、ありがとう。 明けおめありがとう。紫の、なんか、ありがとうございます。全然問題ないですよ。お気づきありがとうございます。ねえー、もう、本当に申し訳ないと思って。あ、うん、けおめ紫の、ありがとうございます。なんか。あ可愛いい一部、達夫さんからコメントきました。明けおめ今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。 あのねもう1月になりました1月は「僕の太陽公演」に出演するを目標に私は今それをそれをね出,出演することを目標に頑張るのでとりあえず「僕の太陽公演」楽しみにしててください。 紫のなんかありがとうございます。あ、紫のありがとうございます。キラキラありがとう。秋メありがとう。ハートハートあ。ートあ,りートありがとう。ハ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 ートありがとう。で、今日はあのー、マネージャーさんから僕の太陽公演の資料をいただきました。 明めありがとう。ハートありがとう。そう、ユニットももうね、決まってて。お楽しみにーって感じ。明めありがとう。あ、HP ありがとう。あ、紫のなんかありがとうございます。あとありがとう。

ありがとうございます。ハートありがとう。あくまでも紫のなんか。いやなんかさ、今年に入って紫のギフトを初めて見たからもうなんか心理だと思って。あキラキラありがとう。だるまさんありがとう。ハートありがとう。紫のなんか。センスありがとう。ハートありがとう。 すごいねこれから初詣行く人すごい尊敬てか私待って私さで待ってあギフトありがとうございますはあ,あえー、っとあ中吉何これ何これ9時のギフトあだるまありがとうかわいいありがとう あ本ほんとだ九時ありがとうなんか懐かしい気持ちになったな去年もあったよねこういうのあだるまありがとうかわいいありがとうタキウありがとうあ花火ありがとうこれ花火だよねうんありがとう 秋ギフトありがとう皆さんすごいねちょっとしか配ししてないけどいっぱいみんな来てくれて嬉しいハナピーありがとうございます。 キラキラありがとうございます。そうですね。今年もよろしくお願いします。皆さん。秋梅ありがとう。あと今年の目標は、ファンクラブを作ること。これはね、もう、ょっと前から作りたいなって思ってて。あ、あとありがとう。あとありがとう。 紫のなんかありがとうございます。ハートありがとう。あきおありがとう。あきおな <laughs> まっちゃった。あきおめありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。ハートありがとう。アイスクリームありがとう。えー、いいね。ありがとう。まあ、なるはやで作りたいなって感じ。 あけおめありがとう絶対入りますありがとう嬉しいあけおめキラキラありがとうキラ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 ありがとう外仕事落ち着いた あ、うん、今は落ち着いたと思う。うでも、公演を終えるっていう目標があるので、そこまで休んではいられません。あ、ハートありがとう。 本当、一日中寝ていたいんだけどね。<laughs> 休日だね。うん。あ、花束ありがとうございます。一晩コンサートもある。うんめちゃくちゃ楽しみ。なんかアンケート答えました。 自分がやりたい楽曲第一第二希望みたいな。でもうすごいもうめっちゃ考えたけど、うん、まあ歌えるといいなって感じ <laughs> あ。あ紫のなんだっけこれありがとうございます。だって僕の太陽光屋もう私が1 0 1617ぐらいの時にやってたからね約もう10年前だけどうん振りはそんなね難しくないんだよね難しくない気がする <laughs> うんあの MT とかのが難しいあっ「マイマツあったよつばさん今年もよろしくピース」 くま、えー、ちゃんタワーありがとうございますありがとうきゅうめありがとう。行名ありがとう 8人だと違うのあでもそんな変わらないって聞いたから <laughs> 多分そんな変わんないんだと思うあとありがとうあ携帯25% あとや明日食べようかな今日ねありがとう紫のなんかありがとうございます紫のなんかありがとうございますハー,バーありがとうございます <laughs> あくじ引きありがとうございます。おくじ引きじゃない <laughs>。おみくじありがとうございます <laughs>。えー、中吉でしたね。ありがとう。急に出てきて、パンダが。ありがとう。なんか楽しい気持ちになる <laughs>。紫のなんかありがとうございます。明けおめ紫のなんかありがとうございます。 アキめ、あありがとうあまた中吉だ <laughs> 中吉が続く。 うんめし、ああまた中キッチン。<laughs> ありがとう、おみくじありがとうね。あとありがとうあとありがとう。 紫の扇子ありがとうございます扇子なのかこれ扇子かでもさ今日ってさなんかさデパート系さやってんのかな営業してるのかな あ,おめありがとう紫のなんか紫のなんかあセンスありがとうあ中吉ありがとうおみくじあまあ中吉ありがとう <laughs> 私のこの中吉のリアクション動画まとめてほしい <laughs> 初売りは2日からあやっぱそうなんだなんかやっぱ1日って なんか結構やっぱやってないとこ多いよね場所によっえー、どうなんだろうお店でも確かになんか福袋とかのちあっ土井吉 すごい太い声が出ました。またー。<laughs> みんなも大吉 <laughs> うん。ありがとうございます。<laughs> 太い声可愛い。 もうねあのー、自分はいろんな声を出せるんだって思いましたうん、なんかやっぱ舞台やるとなんか自分のなんかねなんか声の幅が広がりました <laughs> アイドルは基本高めのな高めっていうかなんかまあ自然的にも高くなるんですけどあブラボーありがとう 何時までああでも携帯の充電があと23%だからあとありがとう。 でもデビュー当時は本当なんか声が細かった気がするマジでうん 充電器つなげて冷却冷却で冷却それやつ使おうかなそうプレゼントで届いたんですよ一つ <laughs> それ使ってみようかな

これは何かわいいタワー、ありがとうございます。クマじゃないありがとう。うさぎさーん。秋葉梅、ありがとうございます。うん。ありがとう。あ。 九時おー大吉ー嬉しい来たー <laughs> やばい、また声が、低い声が出た。おー、十吉 <laughs> なんか、たぬきちーみたいな。すいません、ふざけました。ごめん、ちょっとゲーム、ゲームが好きで。動物の森出てきちゃった。 そうこれもらったんですファンの方に今ちょっとね充電器さしてたから多分いけるけど携帯熱いですこれ剥がして使うっぽい初めて使う粒みきち乗ってきてますね乗ってるねえすごい これ外さなくていいのかなえこのままくっつくのかこれこれ凍らせなきゃいけないやつかもしれないもしかしたらでも冷たいちょっとひんやりしてるあ無理だ携帯につかないなんでだ ののこの貼り方がいけないのかいや絶対合ってるよね説明書は読まないタイプですでも多分貼れるんだと思う携帯多分これあれはつけてるからさ ケース。ケースつけてるから多分、剥がれちゃうんだろうね、きっと。多分このケースを外した状態で、多分これ本体にピチってくっつけるんだと思う。ああ、かわいい、なんか、演じるクマちゃんが、私に向かって、ありがとう、かわいい、癒されました。うん。 今年も好きだよって。そっかそっかありがとう。そっかじゃないか。ありがとうございます。さっきこの文字見えてなかった。嬉しい。ありがとう。今年も好きだよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。 <laughs> いやー嬉しいねこんなにたくさんありがたいでもなんか超冷たくないのなんかぬるいぬるい冷たさ ほんと、氷ほどじゃない。もう、常温の水ぐらいの温度。<laughs> 多分凍らせなきゃいけなかったんだよ、これ。凍らせて使うやつ。きっとね。 おおおおお初めての人かな。ありがとうギフト。かわいいエンジェル、今年も好きだよ。明け埋め。そういえばさ、あのー、私の、 そういえばね私はあの今まであのベッドとか使わないでいつも寝てたんだけど12月に入ってからベッドを買って組み立てて部屋に置いて最近毎日そのベッドで寝、ね 寝るようになったんです今まではゆかるんだったんですけどそうあのねでもねなんかそのネットで注文してマットレスとか全部。 なんかマットレスがちょっと合わない <laughs>。なんかね、起きた時、なんかいつもお尻が痛いんだよね <laughs>。お尻が痛いってことは、このマットレス多分私の体に合ってないんじゃないかと思って。あ中吉ありがとうイエーイ中吉たぬきち これってない、そうなんかねそうなんだよね起きた時いつもちょっとお尻が痛いなみたいな <laughs> うーんだからやっぱマットレスとかさお店に行って直接こう確かめるというか触ったりとかさこう座ってそんなにうーん腰は痛くないんだけどさあハートありがとう そう、腰痛くないけど、お尻が痛い <laughs>。バラありがとう。だからさ、このマットレスの上にちょっと薄いさ、薄いマットレスみたいなの買って、それもちょっと柔らかめの買おうかなって思っちゃった。どう思うあ今年も好きだよありがとう。HP ありがとう。うん。 ショートにあってるええー、嬉しい、ありがとうなんかね、ショートもね、なんか、大人っぽいっていう人もいれば、なんか、かわ、なんか幼いっていう人もいて、すごいな、私 <laughs> 嘘です。全然そんなことない、すごくないです。あ、花江さん、えー、くまちゃんタワー、ありがとうございます。ありがとう。 嬉しいタワーありがとうございますあとありがとうあおみくじ中吉中吉あハートありがとうおう中天気 <laughs> コメントくるかな花井さんあ今年も好きだよありがとう <laughs> かわいいねこのギフト告白じゃん今年も好きだよありがとう ありがとう <laughs> 普段コメントではねちょっと恥ずかしいからこのギフトで伝えるっていうかわいいありがとういやもちろん伝えてくれる方もいるけどねかわいいあとありがとう 今年も好きでありがとう <laughs> ありがとうなんか好きだよってなんかあんま言われない <laughs> ああ今年も好きでありがとう <laughs> ありがとうなんかそんなさしょっちゅう言う,言,う,言,う言わないよね押して押していくよとかこれからもゆかりのしとか言ってもらえるんだけどなんかあ今年も好きでありがとう 告白タイムです、今。みんな、ありがとう。あ、今年も好きだよ。ありがとう。ありがとう。あ、今年も好きだよ。ありがとう。嬉しい、ありがとう。本当ありがとう。今年も好きだよ。ありがとう。ありがとう。本当に。 もう大事、ありがとう。みんなありがとう。今年も好き。<laughs> ありがとう。<laughs> あー今年も好き。ありがとう。なんか私がさ、ギフト投げてくださいみたいな感じに思えたらいいかなと思って。もう大丈夫だよっていう、そういう意味。でも嬉しい。伝えてくれて。ありがとう。 でも、このギフト初めて見た。あ、今年も好きで。ありがとう。ありがとう。かわいいよね、このギフト。だって、好きだからね。<laughs> ありがとう。嬉しい。このね。あ、今年も好きで。ありがとう。お <laughs> ありがとう。 ありがとう。ね、新しいギフトやねこれ。あとありがとう。あとありがとう。うん。ビジュアル強化されてる。うわ、嬉しい。 嬉しい、ありがとう。今年も大好きです。<laughs> 嬉しい。こんばんは。こんばんは。何時今あ、え、もう30分だったんだ。あ、今年も好きだよ。ありがとう。<laughs> あ、ハートありがとう。<laughs> 結婚して、ありがとう。<laughs> <laughs> あハートありがとう,ありがとう皆さん感謝ロールちゃん今年も元気超元気,元気元気元気ベッドに乗ってきますもんロールちゃん うん、でもやっぱ好きって気持ちは大事ですね。うん。あ、紫のセンスみたいなのありがとうございます。結婚してめっちゃいっぱい文字が出てきた。ありがとうございます。可愛い,い。ありがとう。ハートありがとう。あ、今年も好きだよ。<laughs> ありがとうございます。 紫のセンスみたいなのありがとうございます。結婚してありがとうございます。すごい、なんか、2024年初配信。すごい、愛に溢れている。<laughs> 結婚してありがとう紫のセンスみたいなのありがとうございます。みくじおー、大吉たぬきちハッピー そういえばさ、今日さ、今日の大晦日、昨日の大晦日公演でさ、台本、台本っていうかさ、もらうんだけどさ、その流れみたいな。あ、お手紙ありがとう。でさ、みんななんか、名前でこう表記されてるのね。立ち位置とか。その、この曲になったら出てきてくださいみたいな。並び順みたいな。 で、なんか、みおんちゃん、おんちゃんとかは、おんって書かれてて、たりとか、あと、はるぴょんは、ぴょんとか。なんか結構、その、なになんかその、名字で書かれてるメンバーもいれば、そうじゃないメンバーもいて。私もそうじゃないメンバーだったの。なんて書かれてたと思うハピです <laughs>。カタカナのハピです。 <laughs> もうなんか私超恥ずかしくて「スタッさん」って思ったわうん <laughs> 佐々木でも3文字でもうたった1文字の差なのに「ハッピー」を選ぶ <laughs> スタッさん私ルンでもないユカルンでもなく ハッピー。この二文字。二文字がもう台本にしっかり書かれてました。で、メンバーにすごいめっちゃ笑いました、みたいに言われて。なんか恥ずかしかった。なんでゆかるんだっけハッピーなのみたいな。いや、私別に求めてないし、みたいな。<laughs> なんかスタッフさんがさ、 いやー、もうちょっとさ、その台本、スクショして、インスタのストーリーとかに載せようかな。見せれる部分だけ。でも本当に、もうなんかびっくりしちゃったの、私。森塚公演で、最後の公演の台本で、みんながもうな、全員出演する公演で、みんな見る台本に、ハピーだよ、ハピー。 恥ずかしかった。<laughs> 印刷してあるのうん、あのね、紙でもあるし、あ、紙はないや紙は劇場にあるんだけど、あのデータでも台本はもらってるので。マジ恥ずかしかった。<laughs> あ、ハートありがとう。紫の扇子みたいなありがとうございます。ハートありがとう。 紫のセンスみたいなありがとうございます。紫のセンスみたいなのと、何か、何この、なんか包まれてるもの、ありがとうございます。<laughs> あ、紫のセンスみたいなのありがとうございます。尊い、ありがとうございます。紫のセンスみたいなのありがとうございます。ハート、ありがとう。 ハピが自分だとすぐ分かった。いや、もう分かったよ。だってさ、自分が出る楽曲も分かってて。いや、もうこれ明らかに自分じゃんって思って。もうやめてくれーって思いましたよ。めちゃくちゃいじられてるやんと思って。うん。いいのいいの、そんな私を、そんな主張しなくていいんだって、と思って。本当に、恥ずかしかった。 あバラありがとうあきおめありがとうあ本当に <laughs> あ紫の先生みたいなありがとうございますあきおめありがとう やめて、ハピー呼び。<laughs> ハピーは何時まで配信するのだってコメントで。もうちょっと。ハピーのうちは作っちゃおうかな。<laughs> あとありがとう。わかりやすいけどさ。まにね。すごい多分わかりやすいけど。あ、HP。ありがとうギフト。 もそんんんなな変わんないじゃ文字数誰ともだって名字かぶってる子もいないしさあ紫の扇子みたいなありがとうございます。 ひななだったらうほだったのかいや下口だった気がするでもねその違いが分からなくてなんか <laughs> 私なんでハッピーなんだろうとずっと思っててるなんか恥ずかしかったあ HP ありがとうございます エピソーうん、だるまありがとう。スクショ取っとくか。ね。だって消えちゃうもん。あとで。あとでっていうか。ちょっと。待ってね。ギフ,ギフトの。あえー、ハートありがとう。ちょっと、ちょっと取るね。あー HP ありがとう。 待ってねランキングのやつ表示しておいて。待って。取れた気がする。 最初終わっちゃうとさ画面がもう切り替わっちゃうんでもう今しかないと思ってすいませんあ紫のセンスみたいにありがとうございますハートありがとうございますバラありがとうハートありがとうかわいいありがとうハートありがとうハートありがとうだるまありがとうだるまありがとう,がとうハートありがとう最近これが好きこのポーズあハートありがとう あ,とありがとうハピはお年玉あげるのあそうだねお一っが明日誕生日でおうちに遊びに来るのでそうだねでも誕生日プレゼントもあげるからケーキとかもね買って準備してあそうだね HP の、なんだっけ、この、回復みたいな、ありがとうございます。ハートありがとう。もはやハッピーを受け入れてるね。わ <laughs> かんない。もうなんかだって遅い時間じゃん。あと今日朝からだったから。ね。紫のセンスみたいな、ありがとうございます。 さきのセンスみたいなの、ありがとうございます。尊い、ありがとう。 あとありがとう。最近、マツケカール行ってないよ。あ、おいくじちゅきち。ありがとうございます。え、何回もやってくれてるよね。え、わかんないけど、え、確かそう。 一回目じゃない気がする。あ、そうじゃないあ、違うっけ一回目かな。<laughs> あれあ、紫のセンスみたいな、ありがとうございます。<laughs> うお。尊い。ありがとう。上が、上がんないんですよ、私。この、なんか下に向いちゃうんです、まつげ。 から眠そうに見えるんだよねいつも舞台の時はつけまつけてましただから目力あった気がするおおみくし中吉 ありがとう。みんなハピネス。<laughs> たぬきち言わんのかいやもうたぬきちは気分ですあ <laughs> けおめぇありがとうありがとうありがとう ハピテンション。ハ <laughs> イ、はい、テンション。向さんが今年もかわいすぎてつらい。つらいよね。あ中吉たぬ吉ハピ吉。<laughs> ラブリーズの大きな縫い予約したしてないよ。 ビは今年もハピすぎて辛い辛 <laughs> いよね。めっちゃ可愛いありがとう、うん、嬉しいあとありがとうあおみこじ中吉ちん <laughs> いいことあるよ。24年も。あ、中吉 <laughs> ありがとう。ありがとう。あとありがとう。あ、おみくじ。あ、中吉 <laughs> おめはピーって言ってるよ。パンダが。おめはピーって。<laughs> パンダもお忙しい <laughs>。確かに。 あとありがとう。なんか包まれてるのありがとう。<laughs> なんかぐるぐるしててロールケーキみたい。ロールといえばロールちゃん。あ、紫のセンスみたいなのありがとうございます。紫のセンスみたいなのありがとうございます。新しいギフトだよね。あ、おみくじ 中ン今こんな、パンダがこんなポーズしてた。見ちゃった。ありがとう。ありがとね。いい、いい歳に。っお,おみかじ中ン <laughs> この手何ハピキチーアイドルっすねー <laughs> ちょっとじわじわくるあ今年も好きだよありがとうかわいいエンジェルクマちゃん かわいい、ありがとう。あ、お餅ありがとう。そういえばお餅食べてないの食べたいな。あ、お餅ありがとう。 おみくじし,してきたってえー、お疲れ様ゆかるん神社 <laughs> ゆかるん神社 おなやのカレーうどんが食べたい。あ中吉生捨て。謎のマステあ中吉私の今のさ、中吉って言ったタイミングとさ、パンダのこの手のタイミングが一緒すぎて、なんかパンダが言ってるように聞こえたよね。なぬきちー。 巣鴨の。そうそうそう。東京にもあるんだよ。東京駅からちょっと歩いたところに。あそこのカレーうどん食べたくなった。あれね、なんかトッピングでお餅とかもあって。美味しいよ、あれ。バラありがとう。バラありがとう。バラありがとう。 今行ってみえっぜひぜひあのね私もうね毎回スープ飲み干す飲み干してます美味しすぎてあのカレーうどんはすっごい美味しいです いつもねエビ天カレーうどん食べてるでもたまにお餅カレーうどん食べてますなんかバナナ天ぷらとかもあってるあるんだよね今日私ね妹と日高屋に来ました <laughs> 妹が こっちに帰ってくるから、そう、キャリーケース持って。う <laughs> ふ来ました。なんか、この、何今、そのな、なんていうのほんとやっぱん、何食べたの中華そば。私結構日高屋好きなんだよね。うん。 中華そば好き。安いしね。今年も好きで。ありがとうかわいい。天使。ありがとう、うん。でも大盛りにしてもいいかなって思った、今日。麺の量。C セットパン。 食べた今日私餃子と中華そばのセット磯丸ああ磯丸行きたいねま行きたい行きたいけどな結構一人で行くの結構ちょっとハードル高いでも行けるそう頑張る頑張ると秋梅ありがとう ギくと。あと、王将とかも行くよ、私。天津飯なんだっけふわとろ、ふわとろだっけ天津飯めっちゃ美味しい。 ふわっ、ふわっ、なにね、そう、温床、おいしいよ。麻婆手、ね麻婆手塩もおいしいよね。確かに。マジでおいしい。あれだけでほんとお腹いっぱいになるよね。やばい、お腹すいてきた。<laughs> あ、ハートありがとう。 大阪お醤。そうだね。大阪お醤も行きますね。あとあの、私最近食べて、あ、これ美味しいってなったのが、あの、ビーフペッパー、なんだっけ、ビーフペッパーライスだっけ。ビーフペッパーライスっていう専門店、専門のお店あ、おめありがとう、おめありがとう、ハートありがとう。みんな知ってる 明けおめありがとう。熱々の鉄板にご飯乗ってて、ペッパーランチか。ペッパーランチあ、そう、ペッパーランチ。そう。あのー、こないだ舞台で北千住行ってて、そう、あのもう、北千住の <laughs>、あの、どこだっけまる、な、北千住の、 地下に、地下かな地下、1階のフロアにすごいなんか、なんだっけ。グルメフロアみたいなのがあって、そこにペッパーランチがお店あって、一人でカウンター席で食べました。<laughs> なんかスタミナつく味がするし、めっちゃ美味しいの、ご飯が。なんかさ、がっつりお肉をさ、食べれるしさ、あの、熱々のご飯、 めっちゃおいしいよね北千住丸いあ丸いかも <laughs> 舞台前にね食べたよ <laughs> でもねペッパーランチその頼んだ時にあのその何 その鉄板の周りに白い白いか紙紙紙でこう覆われてんのねその多分油が飛び散らないようにでも油飛び散ってんだよね <laughs> <laughs> そうこコートにね油がちょっと飛んじゃってやっぱそうなるよなあと思,思いながらでも全然美味しさが勝ったので。 あと5センチぐらい高さがあれば油飛ばなかったのかなとか思ったり <laughs> うんガチでほんと出来たてをね用意してくれるのがねほんと美味しいところだよねいっそ紙エプロン欲しいあー確かに紙エプロンならちょっと守れるかも <laughs> 秋葉原劇場近くにある。あ、そうだよね知ってるよ、私。マジであの、あれだよね、普通にもう、目、目立つとこは目立つっていうか、普通に通りにあるよね。大きい、普通の道路の。確かに劇場の近くにあった。見つけたこと、見たことある。 でも結構んねマジ美味しいので皆さんぜひ食べてみてくださいえ今粉屋調べてたら丸の内のお店年,年末で閉店してた 来年はえ明けおめありがとう。え来年は <laughs> 横浜の2店舗のみマジかよあとありがとうええー、つらたんう,うええー、結構ショックええー、嘘でしょあとありがとうえー、私え私ええ 横浜も <laughs>。え、私、めっちゃお店行ってる方だと思うのよね。そんな。でも、ありがとう教えてくれて、それ知らなかったら多分、もっとショックだったと思う。うん。よし、今日、食べに行こうかなっていう、う東京駅行ってさ、わざわざ歩いて行って、そこのさ、その、お店あれないみたいになったら、そっちの方がショックだった。ありがとう。 寂しいハートありがとうえもう一時じゃん一時じゃんすごいこの時間めっちゃきみんな来てくれて見てくれて嬉しい 紫のセンスみたいなのありがとうございます私メイク落としてないんだよね朝から朝からっていうか公演終わってから の先生みたいなのありがとうございます。ちゃんこかわい,いありがとう。あ落としも好きではありがとう。そうそう「カントダウン t v に AKB がそうだね。一時代なので皆さん見ましょう。 そう、メンバー配信してる。なんか一万人のこの、なんかスクショ撮りたいなとか思っちゃった。<laughs> もうすぐ一万人いきそうだから。 まちゃこみ。まちゃこみ。配信中。斎藤も今日、昨日話したわ。 じわじわ1万人に近づいてる。じわじわ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 。マじャ、まあ、と公演出てほしい。え、もちろんそれはもう、ね。それもそうの、そうだね。そうだね。だから私、僕の体を超えよう。みたいなのもある。 あと、あの、やっぱり頭が動く、待ってる、何話そうとしたんだっけな。何話そうとしたんだっけってか私、私、あれ、僕の太陽光園の衣装入るかなっていう怖さがある。だからとさ、ちょっとお正月、 食べ過ぎには注意しようと思いました。怖いよ。大丈夫かな大丈夫かなだって私今日10時とか23時ぐらい10時ぐらい23時ぐらい。逃走中見ながらじゃがりこ食べてたよ。<laughs> やばいよね。妹が買ってきてくれた。なんかチキンの、チキンのなんか、そうおつまみ系の味のじゃがりこ。夜にさ、日高屋ってか妹と食べて、帰ってからじゃがりこ食べ。やばいよね。本当食べ過ぎだって思うんだけど。 私,私最近ねハマってるおやつがあってあの無印のキャラメルポップコーン昨日話したじゃんあれは本当においしいからみんな食べてほしいあとはチップスターのコンソメ味が大好き最近の私の一押しおやつチップスターあの量だからこそなんかいいよねなんか罪悪感がそんなない <laughs> うん、なんかコンソメめっちゃ美味しい買っちゃうあ紫のセンスみたいなありがとうございます小さい方そうだね小さい方コンビニとかで売られてるあとありがとう かわいい。ありがとう。ジップスター最初乾いてたらショック。ああ、そういうのありよね。<laughs> たまにめっちゃ割れてるのある。あーハートありがとう。ハートありがとう。プリング、プリングルス、プリングルス派だな。 もう一個の、あ,あ,あじゃあ、いきち大好きあったーおめでとうアイスありがとういっぱいありがとうね、アイス。あ、紫の先生みたいなありがとうあとありがとうパチパチ。 すごーい。おええー、ちょっと待って <laughs> ちょっちょっとリアクションしちゃった。<laughs> 待って、初今が出た。ちょっと待って、びっくりしちゃった。ちょっと、すごい。大吉からの今ってちょっと。どうしよう。みんなでハピネス送ろう。あー。<laughs> オッケー。<laughs> 皆さんびっくりしちゃった。なんかガチリアクションしちゃった。ごめん。 <laughs> あお手紙ありがとう <laughs>。あとありがとう。びっくりしたわ。なんか今、スマホのなんかソフトウェア更新しますかみたいな画面が出て、一回多分切断されちゃった。 自慢に来ましたじゃあもう一回スクショ取ろう。 中吉。<laughs> ありがとう。ちょっと待って。今スクショしちゃう。ハートありがとう。中吉ー、ありがとう。あ、いいね。ありがとう。かわいい。ありがとう。ありがとう。スクショ中にね。ごめんね。あ、ハートありがとうね。ハートありがとう。ハートありがとう。お、結婚して。ありがとう。かわいい。ありがとう。あ、そうね。おみくじ。おみくじ。 一緒に撮れたらよかったんだけどね。タイミングが。私のリアクションを楽しもうとしてたね。あ紫のセンスみたいありがとうございます。ハートありがとう。かわいい、ありがとう。ハートありがとう。そろそろ終わりますか。お あー今日 <laughs> めっちゃなんかショック受けてるパンダの顔よく見たら。あありがとう今年も好きありがとうやばいよ、ちょっと、アンハピーが続く。<laughs> でも、パンダの天使に癒された、パンダあ、熊ちゃん天使に癒された。 お、おみくじ。あ、大吉ハーピーあー、き吉よかった、よかったありがとう、ありがとう。あ、ちゅき吉よかった、よかったたぬきちこれで安心。<laughs> みんなが、みんなが <laughs>、みんながアンハピを。 かえ、何、かえてくれるあ、いや、中吉タン吉 <laughs> あー今日になっちゃったー戻っちゃった <laughs>、うんうん、まあね、ここからよ、いい年にしていきましょうよ。あ、ミラボールありがとう。<laughs> あ、大吉ありがとう隠変中吉、ありがとう <laughs> <確変笑>中吉ありがとう、ありがとう,ありがとう ありがとう。ありがとう。すごいね。まさに人生のような <laughs>。すごい、大忙し。大忙しです。あ、大吉ハッピーハッピー、ハッピー,ハッピー、ありがとう。ありがとう。まあね。どんな時もみんなで支え合って生きていこう。 あ、紫の先生みんなありがとう。みんなおみくじありがとうね。ガチで、今までで一番おみくじ引いたんじゃないかなってぐらい <laughs>。ね、うん、すごかったね。ありがとう。あ、またおみくじ <laughs>。あ、中吉ほっと、ほっとしたね。ほっとするね。紫の先生みたいなのありがとう。 ありがとう。え、このさ、おみくじってさ、今日今日限定なのかなね。限定期間、そうだよね。 なんかパンダもさ表情が <laughs> 表情が豊かすぎて <laughs> お正月のみいやー楽しかったもう1時間以上配信してるねでも携帯もなんとか暑さに耐えてくれました皆さんありがとう本当に また明日も配信する。あ、おみくじ。<laughs> うん、中吉。ほ、みたいな <laughs>。パンダがほってしてよかった、よかったって言ってるよ。うん、おみくじ。おー、中吉。よかった、よかったー。あの吉。私はパンダーって。あ、ハートありがとう。 うん、明日もやる。中吉の時のパンダの人のリアクション。<laughs> 確かに。でもね、掘ってここ、手、それだと思います。されました。ええー、嬉しい。ありがとね。明日も楽しみにしてます。はい。今年もよろしくね。うん。 よろしく、今年も。マジで写真ない何にも。どうしよう ?SNS 用の。<laughs> 今撮ろうかな終わった後。今日はシンデレラじゃないんですね。いやもうそうなんです。シンデレラ超えてシンデレラです。超シンデレラ。ごめん、マジでうまいこと言えないんです。ごめんなさい。ありがとう、おやすみ。またね。また明日ね。あとありがとう。 おやすみなさい今年もよろしくバイバイありがとうギフトありがとうまたねありがとうバイ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 おやすみなさい